ということで、いただきチャンネルをご覧の皆様、おはようございます。サスケでございます。そしてピルタです。はい、ということで本日は2024年の3月の21ですね、321やってまいりました。千葉県でございます、ウエスタン浦安柳通り店で抽選参加人数92番で80番目で今から抽選です。えいえい、よし、見てないよ。ちち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 ん、下だな。2か2、あ、ちゃ、4、4だ。縦棒見えた、縦棒見えた。これは4だ。で、4の次だよ、問題は。8だな、これ。8か。8か、あ、3もある、3もある。でん、うわっ、おぉ。どっちがいいかな。朝一甘いと思ってるのが南国育ちなんよ。で、もう一個がキングパルサーなんよ。多分甘くはないんだけど、朝一。まあでも割で言ったら金パルの方が高いんだけど、どっちも打ったことなくて、どっちかそろそろ行ってみようかなと思ってるんだ。どう思う？いいっすね。どっちがいい？キングパルサー。キングパルサー、オッケー。おはようございまーす。じゃあキングパルサーにしましょう。どっちでもいいんだけどね。どっちも結構でも回ってんね。人気はあるね。あ、南国の方が朝一甘そうだけど、まあいいでしょ。逆に言ったらこの台だと朝一とかじゃねえから、もう出るまで打つよ。よーし、やるぞ。それエウレカの最初のパスワード入れた時のやつだ。ということで、スマスロキングパルサ初打ち、ヤマサですね。セブンリーグ純増5枚だけど、まあボーナスを連打させていく系の AT 機。初当たりのたびにボーナス継続率を抽選。なるほど。サブ液晶で3種類の演出モードを選択可能。ノーマルモード、先ゲコモード、初代モード。先読みランプ点灯でチャンスのモード、おもろいじゃん。まあいっか、まずはノーマルから。パチンコみてえだな。打ち方は左右なんとフリーでよくて、オレンジテンパイジのみ、中リールオレンジフォローらしいです。中リールのオレンジは、まあ、赤7の上下にあるから赤7でいいか。でノーマルモード、まあ、ここでなんか演出があって、カエル演出が5連続来たら当たるらしい。オキドキ系かな。前兆のあるレア役を引くと、チャンスゾーンスコールチャンスっていうのに、これカエルなんだ。今すげえ明るい、思った以上に。カエルがもっとなんかさ、なんていうの、くすぶった液晶かと思ったけど、まあまあ赤くね、え、カエルっていうぐらいの、すんごい鮮やかだったよ。もしかしてこれカエル全然出ない。あとなんかこれボーナスな、あ、ほらめっちゃ明るくない。はい、ダメ。これオレンジ数えるらしいですよ。オレンジ数えんの？マジ？オレンジ確率に設定差あります。オッケー。110から136。ああ、いいじゃん、数えてやるか。じゃあオレンジ確率を数えてやりましょうよ、せっかくなんで。まあ仕組みもちょっと調べますか。リーチ迷惑っていうのがあって、1400から1700で、これビャンって当たったら一撃なんだ。チェリー400分の1だって、クソ重いね。あ、オレンジ数えるの忘れてた。この雨があれか、スコールチャンス、チャンスゾーンの煽りなんか。今ダメだった。でチャンスゾーンレベルが12345ってあって、でおそらく高設定ほど上がりやすいのかな。なんか1から5で設定差というよりは、1から5でそれぞれあのチャンスゾーンの当選率がもう、1のオレンジは 10% で、5だと 100% で、チェリーだと1で 20% 5で 100% みたいな、どんどん上がっていくんだけど、そのチャンスゾーンレベルっていうのが128ゲーム消化ごととか、今みたいなチャンスゾーンに当たんなかったレア役で、なんかここになんかホタルみたいなのがふよふよしてるけど、これはなんだ、なんかの煽りか。サブ液晶のホタル、ホタルの滞在ゲーム数が長いほど上位段階に期待、まあ、ホタルがとりあえずいっぱいいる方がチャンスゾーンレベルが高いのに期待できるらしいね。ちょっとよくわかんねえけど、まあいっか、打ってみるか。これもしかしたら俺ヤバい台に座っちゃったんじゃないかってなんとなく思ってるよ。128、あ、なんかで泡出て、タッチ、剣がもらえた。泡占い、剣一番上にある。高継続率のボーナスループモードに期待、一番雑魚いやつだこれ、多分128ごとに出るんだこれ。まあよくわかりません。ただ基本は規定ゲーム数だけっぽいね。あのリーチ迷惑はいきなりがあるけど、それ以外は規定ゲーム数と、もうあのチャンスゾーンなんじゃないかな。254255、あ、泡出た。256、あ、ぴったんだ。なんか銅メダル、銅メダルはストック1個以上って書いてある。それが偉いことなのかどうなのかわかんないけど、とりあえず1万円はなくなった。あ、これちょっとやばい台かも。
当たった時にまずボーナスループモードっていうのに当選するボーナスと当選しないただの単発ボーナスの2つがあって、ボーナスループモードに当選した場合はまあそれが何パーか知らんけど、まあマックスが 90% らしいんだけど32以内に当たると、まあ超ドキドキみたいな。だからオキドキを基準に考えた時にオキドキと違う点で言うと、オキドキはもうモード管理で A から B、 B から天国とかだけど、この台は同一モードからボーナス1回の当たりごとにこう要は天国的なところに上がることもあれば、でマイボーナスが均等のこの期待度みたいな感じなのかな、均等というかモードに依存しない。あ、慌てた、やべ、銀の王冠、あ、これすぐに消えないんだ、よかったよかった。次回のビッグ期待度 75%、 今銀だったけど金の今のティアラなんだけど、王冠だったら次回ビッグ確定らしいんだけど、これ天井まで行くん。あ、なんかちょっと、あ、なんかギジ、あ、これリーチ名ブルブルしてるよ、当たったわ。436、よくわからない、狙えばいいんだ、いずれ告知されるけどってこと。お前、お前さ、 75% って書いてあったやん、必色ない、これ 75% って書いてあったのに。カエル出てきてちょっとなんかいつもと違う演出が起きた、あれがまあだから前兆だったってことね。ビッグ期待度 75% に負けましたけど、いきなりで、ここからボーナスループモードっていうのに当選してれば32ゲーム以内に当たると。でストックがあった場合は33から128か、それがダメだった場合でも引き戻しみたいなところで当たる期待度がだいぶ高いらしく、かつさっき銅メダルが出たからストック1個以上はあると、からまあそこでは当たるかもねっていう話。ボーナスループモードあったわ、種類 33%、50%、70%、90% と、あ、でボーナス当選時の3分の1だって書いてあったわ。なるほどね、ボーナス初当たりの3回に1回がループモードが発動して 33%、50%、70%、90% のループが選ばれると。でこれ32ゲームなんだけど、これでだこれボーナスループモード期待だったけどダメでしたと、なんとなく意味は分かったかもしれない。 70% で 1-2% で当たるって書いてありました。え、ストックあり字が、はい、30% で抜けちゃうって書いてあった。たった 70% しかないの。俺期待度 75% を今外してレギュラーを引いたんだけど、ボーナスループモードの発動が初当たりのサブ1らしいから、3回に1回は1回は連チャンしてくれるみたいな。でダメだった場合は、ストックがあれば、まあ、128以内に 70% で当たってくれるからっていうのを繰り返して、結局は 90% のボーナスループモードの一番偉いのを引っ張ってくるまでは頑張りましょうみたいな。はい、おっとリーチ目だ、これはリーチ目だ、はい、これリーチ目でしょうね、間違いなく、さすがに、はい、リーチ目、これ90ゲームもうこれだからストックかどうかは、ストックではないよな多分。あのリーチ目が疑似遊戯でなければ、いや疑似遊戯じゃない、1万役だったから、これはだから直自力ってことでいいのかな。まあ純増5枚っていうことで、でケロットロフィーが出ていない。で、ここからまたまずは、ループ約3分の1で取れる 33%、50%、70%、90% のループが取れているかどうか でかつおそらくストックに関してはあのリーチ目役、発動ストック消化してないと思われるんで、1個は残った状態ではなかろうかと。あの無演出のまま32ゲーム終わったんだから、ループモード行かねえじゃん、3回に1回だから次は行くよ、しかもストックは多分あるはずだから128までにまあ当たるやろって考えたら次はループするわ。1400、1700とかだよね。あっ、あ、チェリーか、今リーチ目かと思った、初めて引いたチェリー。チェリーは407分の1で入りやすいよ、オレンジより。あ、行った、やっと行ったけどリプレイ引けば OK ので、今3ゲーム連続リプレイ引いた、これ3ゲーム間で、うん、リプレイを引ければ当たり。煽り、じゃあ赤7中段狙って止まったら多分一角やで。あ、ベール、これ雷雨っていう上のやつだとこれでも当たりない。あ、終わった、しょうもな、
今これ1回入っちゃったから多分チャンスゾーンモードがリセットされちゃうんだ。再抽選。これね121ゲームだからそろそろなんかさ来てもらわないとさ。128でしょストックアリジノ。1267はぁ、あ、どういう何これ、きっしょいわ、無理でしょこの台、意味わかんない。あ、慌てた。銀メダル、銀メダルはストック2個じゃね、さっき銅だったから。だからやっぱストックはあるんだよ。あるのにこいつこのバカ、これやばいこと書いてんな。え、この米印超ずるくないですか。ストックを保有していた場合は、あーボーナスループやチャンスゾーンリーチ迷惑でのボーナス当選も含んだ数値。あ、だからと総合的に128までに、しかもボーナスループも含んでるの。そう、ちょっと騙されました俺が。つまり全然ってことじゃん。そういうことですね。だってボーナスループは3分の1です、まず3分の1で絶対当たるわけじゃん、うん、っていうことは残りもう約 70% のうち 33% 取られちゃってて、うん、で 37% になって、さらにチャンスゾーン当選とかリーチ目当選さっきみたいなのも含んでるから、実際にストック解放って多分持ってる時の下手したら 10% とか 20% とかそういう話になるよ。完全に騙された。そもそもの初当たり確率がさ、合成じゃ分かんないよな、初当たり確率が何分の1かだけど、だからこれいわゆるやめれないってやつ、まあやめれないとも取れるしやめれるとも取れるのか、どうせ解放しせんくねっていう。ちょっとモード変えてみるか、まず先下校にしてみる。完全告知ってわけじゃないよな、そうなるとチャンスらしいからレアエクから当たるってこともあるのかな。お、今ポーンっつったな。12番。ああ、ほんとだ、なんかついた、なんだこれ、当たり、当たってこない。ああ、カウント、あ、先下校ってそういうことか、こっからカウントダウンしていくんだ。はいはいはい、でだからゼロになったらってこと。あ、カウントダウンが発生するんだ。あ、遅れた気がする音が。あ、義重機だ、今音が第一停止ぐらいで出るって言ったら当たった。義重機なんだから回ってこいよ。なんか204ゲームね、3分の1でボーナスループモードだからね、とりあえず3回目なんだから頼むね。ピタッと終わる。これでもさ、ボーナスループ中の先行ことかまあまああるじゃない、マックスが多分12ってことだよな。だから12で32からの逆算で20までに来てもらわないと、来てもらわないと困るよね。いやいやいや、ループモード発動せず、ストックはあるよ2個、最低運の鏡、追加投資、鏡、早い当たりに期待はてな、期待って。ベルはオレンジ、お、入った、スコールチャンス、リプレイ引けばいい。カエルが出るんかな、やっぱ当たりそうな時は。リプレイ、カエル、あ、あ、チューってやってる、これは当たったろ、よし、あー、よかった。170ゲーム、チャンスゾーンからいく。3分の1、4回目のチャレンジ。チェリーいった、さっきね、これよし、ナイス、1ゲームで決めた。ナイス、オッケーオッケーオッケー、スコちゃんで決めたわ。
さっきあの女の子がね先にチュッてしたんだよね。許される、これならだ。こういうのも込みで128以内に 70% で当たると。でもストックはまあ正直チャンスオーナーは何の関係もないんだよね、これ。だからシンプルにさ、ストックあり時の単純な当たり確率を出すか同じことだけど、ストックなし時の128以内の期待度を出してくれてもいいんだけど、その差額がストックの話になるから。雷雨状態でレア役で当たった場合とか、あとは普通のやつでもリーチ目で当たった場合はビッグプラスボーナスループモードとかっていう特典があるからっていうのも全部込みで約3分の1ってことなんだろうね。そろそろ先玉をしてくんねえか。マジでつまんねえ。チェリーはよく引くんだよな。行かねえかな、これ。オレンジ一回セブンして。行った。お、出た。よいしょー。簡単だな。耐えたー。6回目お先下こたー、やっと来たよ。6回目でやっと行ったろ。おお、バケやんけ。まあ、いいでしょう。 33% から 90% ね。まあでもひたすら一生これを繰り返すだけだな、この台。はや引き戻しというやつを見たことがない。 33% ループで化け1回で終わり。あ、いやそりゃ。金のオーバーは次回ビッグ確定。金メダル、またストックが増えたんだよ。だって引き戻してねえもん。ああ、お金なくなった。512でも当たんねえじゃん。何1024とかこっち。そう、久々に引いた。409.6分の1。これさすがに入るんじゃね。もうハマりすぎて。きっしょ。あ、4ゲーム目来た。当たった、当たったっていうか、はい、ここでリプレイ引けなかったらもうナムさん。はあ、レアキでもいいんだよ。これリプレイじゃん。お前マジで？きっしょ。よし、中断はね、はい、27本。お、滑った。あー、533、激ハマり。あ、そうだ、ビッカクだったわ。次回ビッカクだった。そういえば今これで7回目の初当たりで、ここまで1回だけね、ループモードいったの。全部込み込み128以内が 70% でしょ。当たりそうにねえよ。きついって。あー、まだ連チャンしない。あー、どれもおかしくない？なんもないんだけど。おー、あったったたよ。98、これは引き戻しというやつでしょう。ストックを1個使ったっていう考え方でいいの。でもあと2個あるよ。初代モードにしてみようかな。初代モード、
お、バウンドストップしたよ。バウンドストップベールは規定ゲーム数近いやつだよ。おい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 、お、いいんじゃない。ほらビヨンビヨン、ほらこれはもう、お、2で終わったけど、ほら当たったー、負けだ。まあまあまあいいでしょう。14、よしよしよし。 33% は厳しいよ。32、当たりやしねえバカが、マジで。あー当たった。 33? これはなんだ、間に合ってんのこれ。33なんだよ。じゃあ33で当たったのか。じゃあ連チャンは終わってストック放出ってことかな。ストックはあと1個あるってことだな、おそらく。しかもラインじゃねえやろ、ね、3連続でこの、しかもちょっと強いパターン。あ、500外れ。あ、リーチ目だ。ブルブルしてる。はぁ、帰ってきた。えい、あー、負けだ。これきついな、せっかく当たったのに。まだ2連までなんだよ。ああマジそっち、ラウンドストップか。今疑似遊戯のデロデロかと思ったわ。あ、第3停止バウンドストップ、大丈夫だな。114、一応ストック、まあ、3個まで見て、で128以内のあたりがこれで3回出てきたからこれでなくなる、まあ綺麗に3個だった場合は。そうなるとここ抜け128、アワーやめか、32やめ。31、初帰る。32、終わり。80ゲームだ。お、あるな。まあ初帰るだったりとか、まだストックがあったってことかの引き戻しか。まあ普通に当たって、まあどうなんだろうな、普通に当たるっていう感覚がよくわかんない。えいや、え、おお、よかった。一時じゃないのこいつ、負けな。うわ、キモー。93、うん、先下校レンチャンチャレンジする。ここも第3ダメ。バウンドストップ。え、先下校なし。バウンドストップ規定ゲーム数まで128ゲーム以内になると発生率4倍だから、あれ出ちゃったらまあワンチャンだから、引き戻しの方もカバーしないとダメか。お、下校った。これは熱いんではなかろうか、さすがに。3、4、ああバウンドストップ、ああバウンドストップ外れ。完全調達系か。なんでービッグ確率、いやビッグの方が軽いぞ。
25738なんだから、まあジャグラーほどとはいかなくても64ぐらいか。結構欠損でかいよなこれ。100枚と300枚だもんね。これがいい挙動なのかどうかが全く分かってない。最初全然来なかった引き戻しのところだよね。33超えて128までで今抜けてはないね。ちょっと実質連チャンみたいな感じにはなってるけど、これはないか。もう一周追っちゃおっかな。どうしよっかな。マジ、お117、これギリギリ間に合うやつじゃないか。こんなにズバピタのタイミングで、いやさすがに無理かこれ。120だってこれで128だよ次が。おおし、ナンパ。まあ、こんなにレギュラーボーナスばっかくるのかな。すげえ欠損してる。ウィルカーがいいかも。おお3リオン4ビヨン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 5あっちょっとだけ面白かった今の。ないんかいと思ったら揃ったわ。名前入りしたわ。いや頼むぞボーナスループ。1万6000枚みたいなデータ見ちゃうとそんだけのポテンシャルのある台がまあ3万円使わないで粘れてるっていうのは甘く感じるかもしれないけど、でもこんな1万6000枚がたまたま今日隣に座った人がこんなデータを見てしまったんですって言ってただけでしょっちゅう取らないからな。まあだから有力感切ったら強いんだろうけど、いやそこまでなんだよな今。だから3枚マイナスでうろうろしてる時点でまだノーチャンスなんだけど、これがプラス1000枚ぐらいでやってたら結構熱いもんね。さっき28で当たったのか。カエルが出てこない。出た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 。おおおおおおおいおい一回出ただけで騒ぎ立ててしまいました。失礼いたしました。おお当たった。ああよし、来た来た来た。初の2連目、都合3連だけど来たぞ。1000枚超え。いやー単発単発2連やっぱ甘くはねえな。128に合わせる感じで先下校しないといけないわけだから、今110でしょ。あとやっぱ6ゲームぐらいで113。ダメ116。ダメかで128ゲーム目ペン鏡なんだっけ鏡。早い初当たりに期待。まあ今ちょい負けなんだけど、一旦まあ残り時間1時間なんでちょっと一旦計算しますね。一応数えてたオレンジがあるんで、通常時が16回引いてるね。2000でこれカウンターあれ上がってなかったから AT 中とかはボーナス中はということは通常時が 159.8、 160分の1で、まあ、1をはるかに下回る、はい、でボーナス中が8回引いてて、純増5枚でしょ。ビッグが9回なんで、50ゲーム
と化けが9回なんで180ゲームで630ゲームに、2558ゲーム足してボーナス値8回なんで8と16で24 132.8 分の1っていうとちょうど設定1ぐらいか。まあ今から追って連チャンするかっていうのと、あとストックもね、一応ストックがある時の方が引き戻ししやすいっていうところで5回ぐらい出てきたのね、3個以上見えてて、やっぱこれやめか、1時間だしね、もう1回打つんだったらもう1回絶対連チャンまでっていう気持ちでやらないとダメだよね。前はね、この台クソつまんねえんだよなって言いながら打って、本当にあの1万6000円ノーボーナスやめっていう、本当につまんなかったんで、つまんなくてもいい、つまんないのは正直分かってるから、玉さえ出てくれればいいんで。おお、二次連演出なし、次ゲームレバオンから、まあいいでしょう、安いか、当たんねえ、当たんねえよ、広角だけのに、あー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 あああ、台無しです。ナイス、ねじ込み、ねじ込み、ゼロ角お、チェリーヒット、立角、目押しは渋かったけどな、弱者当選は別格、よしよしよし、でも実際 ADRT 中の当たりって、あのドゥイドゥイっていう地震速報系の当たりか無演出かカットインぐらいしかないんだよね、なんか強そうな演出とかないんだよね、激強か激弱かになっちゃう、あ、通常時もそうなんだ、ね、当たったけど目押しができない、お、赤だな、やったー、このチャンス目、お、これは ART じゃないですか、さすがに50%、勝ち取った、ワンビック欲しい、ワンビック5ゲーム、お、あるわ、よしよしよし、耐えた耐えた耐えた、
ワンダ、うわ今のなんだろうと思ったら当たりだ。リプレイ、特殊リプレイ。ちょっと遅いな、ちょっと遅いな。 ART 中に引けば、お次回予告来た。ビッカクビッカク、 ART 角。あ、こんな中なんで下手な、え外れんの。あ、ちげえ、これ普通に ART。 あ、ちげえ、バービックだ、バービックだ。勝った、全部ボーナスコンプリートしたわ一瞬で。バービックか、あのリプレイやるね。よし、プラスで終われるぞ。やったー、嬉しい。でも大体1セットなんだな。450枚使ってっからほぼチャラ。ここでボーナス引けたら、あ、ビッグじゃないと厳しいな。バービッグっていうビッグ、薄いやつ。あ、まあ ART 確定だから大体エビボンになるんじゃないかな。めっちゃ薄い、1万分の1とかじゃないかな。全設定共通16384。 ART10 セットぐらいくれてもいいけどな。バービッグと、あ、でもバービッグ当選時は 50% ループ以上です。で、80% ループもうまあワンチャンあるみたいな。3個ぐらいは出てきてもらわないと困るな。さあ、戻ってこいよ。続け、よし。ああ、しかもストーリーライターかかった。あと2個ある。よし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 、頑張れ頑張れ。今トントンだから ART 増えないからさ、このスタンバイで。結局ワンビッグ引ければプラス。一回スルーして、めんどくせえな、コインがもったいないよ。もうやめましょうよこんなのっつって、コインがもったいない。これね、成立ゲーム発展だからね、全長じゃなければね、ボーナスなんだけどね。あ、ボーナスなんだけど。あ、そう、ボーナスだった。化け界、ちょこれ大事よ。 20% を5連続引いてほしいんだけど。順押し、おお、順押し、あ、終わった、終わったわ。ちなみに中左右、あ、じゃあ中はちなみに左も右も共通。あ、間違えた、右左中だ、右左中。順挟み、あ、合格だった。 あと1個欲しかったな。むずい、じゃああと1個欲しかったね。あ、でもこの台で1000円ぐらい勝ったな。ワンチャンもうちょっと勝てるから。いや、今日もなんとか耐えた。これさっき化けの2問正解から ART 直行したけど、ストックは最低1個あったから、あれからストックが即発動して、別に化けの2個で取ってなければこれで終わるんだよな。あ、弱い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 、無理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 。あ、無理無理無理、終わり、2個で終わり、なさそう。基本的に煽りが2回来るケース少ねえからな。
ないじゃん。ということで午後4時過ぎの天台状況を見ていきましょう。まずはバルブレイブがこれすごいね、9000枚もうまんまグラフ見せてくれた、ありがたや。おーすごい、あーもう万枚超えてんのか。あ1万2000枚ぐらいか出てますね、素晴らしい。でここのバルブレイブも5700枚ぐらいか最大値で、からくりはこれが3000枚の札は刺さってる。でこれも隣も6400枚か最大値で、その隣が今5500枚。あええやんええやんええやん。3000乙女で2500枚2000枚、ちょっとプラス息だね。あ乙女めっちゃいいじゃん、これも4000枚出て、その隣も4000枚だよ。えその隣も4000枚出てんだけど、でモンキーこれ7000枚出てる、過去最高記録更新で、あとちょっとグラフ見えないけど3000枚の札は刺さってるからまあまあいいんじゃない。あれこのマクロス休憩中のマクロス8000枚の札刺さってる、何枚出てんだろう。あ忍び魂が来てこれ4800枚か、寝台で天然はこれが6500枚だ、一撃で、でこれも今一撃で4000枚。この隣もこれワンチャンね、まあちょっと多分有力艦3枚が厳しいからあれしたんだろうけど、あカード天然も4000枚ぐらい出てるよ、悪ない出ておる。ということでウエスタ村安柳通り店での実戦終了ということで、朝一抽選負けから、まあ、抽選負けからっていうのもあんまあれだよね、一応92分の34番だっけ、だからまあ上位の3分の1ぐらいにはいるんですけど、半分よりは上なんですけど、まあブブブからくり座れなきゃ負けと自分では自称しておりますので、まあ抽選負けまして、まだ1回も打ったことのないね第2機種、朝一ちょっと置き時より甘そうな、チャンスモード的な意味で置き時より甘そうな南国に行くか、全くよく分かんないキングパルサーに行くかで、まあ俺はピロタに甘いからさ、ちょっとこうまあその辺の新しいやつ行ってみようと思って行って、結局キングパルサーに行きまして、朝一ちょっとハマって結局2万7000円使って、あの台は難しいね、なんかよくわかんないんだけど、ボーナスループっていうのが初当たりからまあなんか一応約3分の1でいくと言われていますけれども、で 33%、50%、70%、90% のレンチャンモードで、行かなかった場合でも128までのまあ一応ストックっていう概念があって、ストックがある場合は引き戻し的なのにもそれなりに期待できるっていうので、まあ前半は全くだったんで、全部4連単ぐらいだったんですけど、そこから1回ボーナスループ、まあ、32以内に当たったものの単発で、その後もう1回それを挟んで、そこから引き戻しがね5回ぐらい、まあ、あれが引き戻しなのかよく分かんないんですけど、ただ規定ゲーム数っていう概念なんで、まあ、128以内の当選は全部引き戻しでいいのかなっていうところで5回引き戻して、最後の最後に上がったやつが、ボーナスループ都合3回目が、2連と、まあ今日の展開だと耐え忍んで耐え忍んで、どっかでねこう、まあ、90% ループじゃなくても、まあ、70% の上振れ 50% の上振れからの引き戻し絡めて128以内で実質10連15連みたいな感じで持ってきた時に、まあ、有利感切って球が出るイメージというか、イメージっていうか、まあ仕組みは分かったんですけど、ちょっとその振り分けとかも分かんないんだね、通常時のその70%とか 90% の、なんだったらボーナスループにどんぐらいいくかっていうのもなんか約3分の1としか言われてないんで、まあ、ちょっとよく分かんなかったなっていうところで、しかも、まあ、悲しいのが、まあ、導入も少ないんで、正直設定が全国的に入るとはあまり思えないところで 114.9% とは名ばかりなのかなっていうところですね。で残り1時間ねエウレカ打ちまして、奇跡のバービックから、まあ、ちょろっと出まして、って言っても450枚使って637枚回収なんで、まあエウレカで200枚ぐらい上乗せして1000円負けぐらいになりましたんで、まあ抽選負けて2000円負けなら耐えたという感じですかね。はい、で店内の方はですね、まだ4時半にもかかわらず、とりあえずバルブレイブがもう1万2000枚ぐらい、あとカラクリも結構いい感じにね4000、5000、5000ぐらいで出てて、であとは乙女もめっちゃ出てるし、で天然も5000枚クラスが3台出てるし、この時間でこれだったらだいぶ出てる、まあなんか最近、まあ、このお店本当によく来てますけど、今日は結構出てる部類に入りますね。
はい、今年だったらナンバーワンぐらい出てるような気がします。はい、なんで、で並ぶときはね、本当に200人とか並んだりする中で、今日は100人足らず、まあ平日なんでね、春休みとはいえの中で、この出玉状況であれば十分結構出てんなっていう。まあもちろんそのマグレフ機もありますけど、ただマグレフ家内も全然ありますからね。はい、逆にあっても吹かないっていう、出ないっていうのはまだ4時ではあるんですけど、まあ、ちゃんと玉がついてきてるっていうのはだいぶ評価に値すると思います。はい、ということで、こちらいただきチャンネルの収録スケジュールでございますんで、合わせていただきチャンネル公式 X のアカウントの、ね、最新情報を発信しているので、ご確認いただければと思います。明日もサスピロでやるんだね。次回の動画もまあサピロタに甘い俺がね、果たして明日どんな台選びをするのか、次回お楽しみに。お疲れ山でした。